それでは皆さんおはようございます。微妙なところです。だいたい11時過ぎたらこんにちはとかいう俗説がありますが、おはようございます、こんにちは。今日もまたお勉強したいと思います。最初に十字架の印をして、そして3つの大切なお祈りをして始めたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。主イエスが教えてくださった祈りを唱えましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。アーメン。聖母マリアに祈ります。アベマリアの祈り。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、御体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。栄光は父と子と聖霊に、はじめのように、今もいつも世々に。アーメン。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。ではよろしくお願いいたします。それでは今日はミサのことを少し学んでみたいと思います。ミサって何ということですね、結局ね。そういうことで、まあ、ここにおいでの方、ミサに参加されたことはあると思います。まあ、回数はいろいろでしょうけれども、まあ、初めて参加された時のことを思い出されてもよろしいし、まあ、今参加してどういうことかなと、どういう気持ちとかね、思いとかありましたら、ちょっとそこのところを最初にお聞きしたいと思いますが、多分皆さん、まあ、初めて参加した時のこと、ね、そこから教えてくださったら、少し私としては話を進めやすいのでお願いします。ありがとうございました。今皆さんに、まあ、いわゆる感想、ミサに参加しての感想を言ってくださったんですが、全てですね、ミサの大切な要素ですよね。集うということ、そしてそこで日常と違った場所に自分を置くことで、違った気持ち、それが落ち着いたり感動したり、それはですね、ミサの大事なところだと思いますね。よく、まあ、教会を紹介したり、その洗礼を望まれる、それでもいいんですけれども、その教会ってどんなとこって誰かに聞いたら、まあ、一度来てみたらと言って紹介されるのが大抵ミサなんですよね。ミサに来てみたらと言って、そしてでもミサもうとにかく全ての人に始まりがあるんですけども、初めてミサに参加した時、そのミサの進め方とか言葉はほとんどどの教会、全世界どの教会でもちゃんとこう決まってますので同じなんですが、そこの雰囲気とか動きとか照明とか音楽とかいろんなものが違いがあるので、その雰囲気というのはそこそこである程度違います。しかし私としてもですね、ミサの一番大事なところは、その復活した主が私たちの真ん中に、ここにおられるっていう、ここにおられるっていうことなんですよね。その2000年前の出来事を記念して、そして記念っていうのは単なるメモリー、写真を見て思い出すのではなくて、そのことがまたここにも実現してるという、そういう意味があるんですね。ミサっていうのはまさにイエスの言葉を、その過去の言葉じゃない、で今日今私に語りかけてくださる言葉として聞きますし、歌ったり祈るのもここにおられる方に歌い賛美し、そして祈るわけですね。そしてここにおられる方がご自身を渡してくださる食べ物として、でまさにその主を
いただくという、そのここで実現していることなんですね。ですからその皆さんが感じるってことは私はとても大事だと思います。ですからね、最初教会に案内、皆様これからいいよ、ミサイよってご案内される機会があるかもしれない。その時に私もたまに信者の方にもお願いしたりも当人にもしたりするんですが、とにかくご自分をここに身を置いて、そして見て聞いてくださいと、とにかく、ね、皆さんがどういうことをされているのか。でそれがスタートで、それは当分続けていいと思うんですよ。でもね、やっぱり信者の方って初めてって聞いたら嬉しいもんだから、ね、ようこそようこそということで、もうすごいおもてなしをされるわけで、ミサは初めてだったらもうお分かりでないってことが分かってるので、そしたら教えてあげないとってね、優しい気持ちがあるばっかりに、さあこれは今からこの歌を歌うよって、じゃこれはこれでこれでああしてねって、そして聖書と天霊ファウンデッドって、もう当人にしてみれば何が何か分からないわけ、何が進んでるのかね、でおすすめしたりする方も全体が分かってるので、その部分部分をつないでいくわけですけれども、まあ、皆さんもそういう風になっていかれると思いますが、まず私はですね、それこそ雰囲気で、そのどういう雰囲気かというと、あ、神様がここにいらっしゃるというその雰囲気を感じ取ることが私は一番大事だと思いますね。でこの感性とか感じ取るっていうのは、その日のコンディションとかによって違ったりしますし、別の見方すれば、慣れればね、鈍くなっていくんですよ。鈍くなっていく感性はね。そして知識に変わって、そして教会が強く進めるもんだから、もう義務ですよ。信者の大切な、もう一番大事な日曜日の礼拝ね、義務ですよっていうもんだから、下手すればね、義務を果たしに行くというふうになってしまうんですね。だから、この勉強会もそうですが、最初から申し上げてるんですが、時々立ち止まって原点に戻るということはね、本当に大事なことです。そうしないと、ちょっとずれていったり、ずれがずっと大きくなっていきますからね。本来の今皆さんが感じられたこと、まさにそれがミサですから、そこのところは大事にされたらいいと思いますね。以前いた教会、私ども神父はこう転勤があるんですけれども、そこそこで先ほどもお話、教会の話出ましたが、雰囲気違いますし歴史も違うわけですが、以前いた教会は、教会があって、そして巡回教会といってね、もう一つ小さな教会があって、そしてでも巡回教会の方が歴史は古くて、長崎の方が来られてできた教会なんですね。でこちらは本当に反対にね、新しい人たちのその町を宣教して、そして信者になった方たちの教徒で、だからもう雰囲気がよしあし別にしても違うんですよね。である時私聞いてみたわけ、それぞれ教会に役員会とかいうのがあるので、まずこちらの方にね、どうして皆さん日曜日教会行かれますか、どうしてミサに行かれますかって言ったらですね、10人ぐらいメンバーがいた、1人の例外なくですね、皆さんは義務だから行くって言ったんですよ。義務だから行くで、それが当然で何も疑問感じてない。だから私はね、あ、そうですかと。でもこちらのね、教会、同じことこの前聞いたらね、私はね、行きたいから行くって言ってましたって、自由だから行くと言ってましたって。そしたらね、こちらの方本当にびっくりされてたんですよ。行きたいから行くのって、ね、私たちは義務だから行くよね、行かないといけないから行くよねって、これが自然なんですよね。でもそういう、2000年の教会の歴史の中でいろんなことがあって、そしてことこの主日の務めと言ったりするお務めね、日曜日復活祭を祝う日だから大事だから、毎週ですよ、毎週このミサに参加しないといけませんよと、ね、それは掟です、大きな掟で義務ですとずっと伝えられてきました。だからそれは信者の方は一番大事にされてると思います。しかしね、そんなに物事うまくいかない、毎週とか、まずどんどん難しくなってるこの社会の構造上、ね、そしたらね、やっぱり私もみっちりそういう教育を受けた人間ですから、気になるわけよ、一度行けなかったら
ね、そして行けない時もあるし行かない時もあるし、そして2回3回とか続くとね、なんかますます行きにくくなる、いわゆる敷居が高くなるとか、こういう言葉も聞くんですけどね。そしてもう何年もミサに参加されてない方ってたくさんおられます、ね、信者になって洗礼を受けられるとどこかの教会に所属するんですね、その仲間共同体教会にね。だからそういうのは全部洗礼台帳とかいう名簿もありますしね。そしてまた移動したら、住まいが変わったらそこ行き先の教会、まあ住民票を移すみたいな感じでね、席を移してそこのお世話になっていくと、そういうシステムになってるんですが、いわゆる名簿上、例えばここは鳥栖教会は400人ぐらいいますよ、300人かな、うん、300何人と思います。300人はいる名簿上、ここに所属している方がね。そして先ほどたくさんミサに来られて、今はコロナで特にもう3つのグループに分けてますから、毎週のミサは30人程度ですけどね。でも100人、通常コロナがなくても100人は集まりません。300人いて100人弱、大抵 30% 集まればいいですね。ですからまあそれは毎週来れないし、かといってそしたらお見えになってるかっていうと、なかなかね、クリスマスと正月、復活祭とか皆さん大切にされるんで、その時は多いです、ね、そして信者でない方もクリスマスとか見えるんでここいっぱいになりますけどね。だからそういうふうに何が言いたいかというとね、やっぱりこれからのこともそうだけども、その宗教とか宗教に形はつきものです、掟もつきものですけれども、それは先にあったんじゃなくて、ここがあってから出てきたものですよね。だから復活を祝おう、主が共にいてくださることを祝おうと言って、最初の弟子たちがイエス様が復活して昇天された後、日曜日を記念日としてね、共に集ってパンを割く式をしてたわけ、ね、イエスがこれを繰り返しなさいと言ったように、そしてそこでまあ思い出話もできたりして、そしてそういうお互いに持ち物を持ち寄って貧しい人の施したりしてて、そして仲間が増えていったわけなんだね。でもそのミサの原点っていうのはこのパンを割く式なんですよね。まさにキリストがここにいる、そして御言葉を聞く、ね、そして派遣されて生活の場に行くって、もう2000年前にそこに原点があって、今してるミサもそれです、ね、あとは時代と場所を経てきたんで、特に日本はヨーロッパを経由してフランシスコ・ザビエルがミサを日本に始めたでしょ。だから当然そこの影響、当時の、ね、16世紀の教会がしてたミサの形とか、それが当然伝えられます。でもその後また日本に適応してきたり、いろんな形で変わってくるけど、原点は変わらないんです。復活した主が私たちの真ん中にここにおられるということね。だからそのことが分かれば、その毎週とかそういうことにこだわらずですね、やっぱりできれば行きたいなと、そこでやっぱり生きる力もらえるし頑張れるしという、それがまあイエスが準備して繰り返しなさいといった意味だと思いますね。ですから今しているミサがそういうものを表すものでないといけないし、そしたら参加された方も本当に聖書の言葉、神の言葉はね、私に、神父さんみんなに説教したり、あの人に説教してんじゃなくて、私に、この言葉は私に来てるんだって、そういうのがを掴んでいくとね、その義務だからとかなんとかとかも全然問題関係ないですよ。私は行きたい、ね、主がいつも食卓を準備してくださってるから食べに行きたいで、行ける時に行くし、万難を愛していくかもしれないし、もっと大事な行事もあるわけで、ね、親の面倒見ないといけない、日曜日行きたいけど日曜日こそ家にいないといけないとかね、いろいろあるわけだから、そこのところはまあこのミサだけじゃなくて、他のこと、いろんな掟にしても決まりにしても、そういうような考えを根本的に持たれることが私は大事だと思いますね。それでこのミサの説明もいろんな説明もあるし、それからいろんな本もあります、よく説明したね。で、分かりやすいミサと聖体の本とかね、分かりやすいでしょう、多分これはね、分かりやすい。そしてこちらは分かりにくい
って書いてないけどちょっと難しい、ね、ちょっと詳しくて細かい、でもいろんなことを知りたい方はこれだからね、知りたい、全部知って洗礼を受けるんじゃなくて肝心なところをね理解し、それを受け止めて前に進んで、あとは知識は聞けばいいんです、聞いたり読んだりすればいいわけですからね、それを全部してから洗礼っていうのはいつになるかわからないしね。そしてあの聖書入門という、こういうこれは四福音書のねあれです、これもいい本ですよ、基本的なこと書いてる、でもこれ読むだけでもだいぶかかりますね、だから参考にしていけばいいと思います。聖書 Q&A とかね、いろいろあります。それから元気の出るミサって、もう本当に30年ぐらい前に私作ったビデオ、当時は。この前ですね、これ、ある方に見てもらったらね、まずこの箱にびっくりした。これ何って。ね、そういう方、お若い方で、今はディスクの時代でしょ。あ、これがビデオテープ、お客様が出演してらっしゃる。そうです、そうです。あら、そう、私、はい、どうぞ、あの書いて、これがビデオテープっていうのって今の若い人たち、もう博物館行きみたいな形ですね。1987年9年ぐらいに作ったビデオですね。当時元気の出るテレビっていうのが流行っててね、それをバクって元気の出るミサっていうことで、あの女子パウロ会がちゃんと映画監督とあれして作ったんです。あの前半は当時小倉教会にいました私ね、あの子供と共に捧げるミサをあの基盤にしたミサの説明、子供たちにどういうふうに説明するか、後半は青年たちとするミサ、これは晴作神父、今もう大ブレイクしてますけどね、晴作神父が後半を受け持って当時の青年たちと手作りのミサ、こういう部屋でミサをする。これは大体私ミサのこの入門講座でミサの説明の時はこの30分のビデオを一度は見ていただくんですが、今日は見ません、あのとてもないしお貸ししますので、今となってはもうでもあのミサの構造とか変わってませんしね、また当時の教会の様子も見ることができるので、それはそれで意味があると思います。でまあいろんな参考資料とかがありますが、まずそのミサってのは式次第がありまして、そしてそれはあのここに持ってきてないけど、あのミサの時にほら祭壇の上に分厚い本があって、こうしおりがついてて神父がこんなんしたりしてるでしょ、あれはミサの典礼書、儀式書です。であそこに一年中のねミサに使う祈りとか、それから主なテキスト載ってます。ただこちらの朗読台で読まれるあの聖書の部分はこちらには全く入ってない、別に朗読聖書っていう本がありますね、それを使うようになってます。それはあのお気づきになったかもしれない、最初から祭壇の上にこうカバーつけて置いてる本があります。であれを私が福音を読むときに祭壇から取ってこう掲げながら朗読台に進みますよね、あれが朗読聖書で、あそこに第一朗読、第二朗読、福音、その日のあれが全部1年分入ってるわけですね。あれもしおりしてて、この間あの先週のところにしおりが入ったままで間違えましたけど、たまにああいうことあるとほっとするでしょう。そういう儀式がしっかり決まってます。でこれはもうあの厳密に決まってます。あの自由にできる部分もありますけどね、ほぼあの言葉とかもほぼ決まってますね。まあ、言葉については例えば次のように言うっていう箇所もあります。そういうところは司祭によってアレンジしたりしていってますね。でその式次第もいろいろ今度ありまして、その一番分厚いのあれはミサそのも時に使うものですね。でそれを簡略化した共に捧げるミサ、回収用、回収の人のためのものですね。これもよくできてるものですよ。それからあの一番手頃なハンディなのはこれ、祈りの手帳。これはね、いろんな素晴らしい祈りが載ってますが、その中にあのミサの式次第もあの信者が唱えるテキストもあの全部載ってますね。だからこういう、私はこれをよく進めてます、これをですね進めてます。ただ先ほど一番最初にお話したように、そのまあこれある程度分かってからあの見た方が逆にいいかもしれない。最初はもうとにかく
ご自分をその場に置かれて、そしてみんなが祈ってることとかそういうことを聞いたりされたらいいと思いますね。というのはですね、ミサの中で動作があります。で、信者の方の動作はほとんどありません。でも立ったり座ったりする、以前はひざまずくこともありましたが、今は日本ではしませんけどね。ミサの時はいいんですよ。個人でお祈りする時はひざまずいて祈られて全然構いませんけど、天礼の時は同じ動作をする、そのことで一致を表したりしますのでねただ司祭は忙しいよね。司祭はずっと最初から最後までこうずっと十字架の印をしてから手を広げたり場所を移してこちらのミサの、ね、第二部の準備をしたりとか、もう常に動きがほとんどありますよね。だから私はですね、最初それを見てほしいんですよ。それをだから最初からこうして見てたらね、全然見えない。で、気づいたら、あ、祭壇の上が変わっとうみたいな、なんかがあるねって、いつ持ってきたんやろってなるわけね。だから私は本当に、ね、本当にお願いするんですよ。初めて来られた方、そしてその隣に近くの方も、ごめんなさいね、もう今日初めてだからそっとしてあげといて、そのままにってお願いするの。そうしないとね、分からない、見えない、終わってみたら 何だったか分からない、ね、ですから例えば奉納といって捧げ物を祭壇に持っていく時も、一生懸命お祈りしてたら全然分かんないし、気づいたらあれってなったりで、司祭もこうやって祈る、捧げて祈るのに、もうそういうのを聖火集見てたら見えないよね。だからそういう意味で十分ね、そんなに全部最初から全部分かろうとしないでいいですね。そのさっき言った雰囲気、それを感じ取ることが第一です。でいろんなことをされてる方も司祭も含めてね、何のためにいるかって、復活した主とのつながりのためです、ね、全てそのためにしています。ですから幸いにですね、トスの場合は大きなモニターを前に、モニターがあります。テレビモニターですけどね、あれをパソコンとつないで、そしてこういう式次第ずっと画面にですね出るようにしてますね。そしてこの横にこれ縦に、これまあ気づかれたと思います、こう黄色で色が今どこってこう移動していくんですよね。それで、最初は入祭、これはですね入祭の画面を今プリントアウトしたんで、ここに黄色がついてます。これがずっと下に下がっていくんですよ。そしたら あとこれからこう何かがあって、あ、もうすぐ終わるねっていうのも分かるし、初めて来られた方はいつまで続くんだろうっていうのも分からないんですよね、いつ気合を入れたらいいのかもわからないんですよね。これだったらもう一目瞭然で今どこ行って、そして最初は開催で言葉の典礼、あ、ここで朗読、あ、第一朗読とか出てないけどここに出てきますね。で、言葉の典礼、そして感謝の典礼、交わりの儀、聖体配慮ってこの辺かな。で、最後閉祭、ここは派遣の祝福、まあ、いろんな表現がありますね。で、派遣の祝福で終わるんです。だからミサはみんなが集ったら、集まったら十字架の印をして始めます、ね、そして主の御言葉を聞いて、それから祭壇第二部、主の晩餐の最後の晩餐の記念を行うためにパンとブドウ酒、そして私たちの捧げ物献金とか、そういったものが祭壇に捧げ運ばれて、それを受け取って祭壇を準備します。そしてパンとブドウ酒で最後の晩餐の記念をします。取って食べなさい、これは私の体ですって。こう司祭はね、やはりこうパンを取って食べな、イエスの言葉を繰り返してこう言うんですよ。でもみんなテキスト、もしこれがあればね、みんなこれを見るわけ。一番大事なことって食べなさい、これが私の体ですよという時に、うん、これがそうか、あれかみたいな、それここも目の前にあるよ、そこでやってるよって、ね、そういう意味でね、これはちょっともう禁止やね、最初の3回ぐらいは、ね、そう言っていいぐらいにその行われていることを見ることはそれだけ大事ですね。そして同じように葡萄酒の満ちた杯を取りと言って、これは私の血ですと示す。で、皆さんそれを見て、そして礼拝します。
で鐘を鳴らします。あれは注意を喚起するためね、まあ、大事なことですよって。あのヨーロッパの教会に行くと分かります。もうものすごく広い、もう大聖堂ですよね。そしてもう前の方の祭壇にさをしてても、もうパンも小さいし見えない。でもたくさんの方が参加している時にチリチリチリ鐘を鳴らすんですね。そしてまあ注意を喚起する、その意味ですよね、鐘を鳴らすのはね。だからあの少人数でする時はなくていいんですよ。あのもしチコちゃんじゃないけどボーッと生きてんじゃねえよ、ボーッとしてる人がジャリジャリって鳴らしたらいいかも分かんないけど、あのそういう意味なんですね。だからもう例えばあまりにも細かく結構決まったりいろんなことがあるんで、それにこだわると「あ金がない」とか「あ今日金ならなかった」とか、そんな関係ないやんね。こう礼拝する「あ今日金がならんかったね」って、そうじゃないやん、イエスもそこにいらっしゃるわけでしょ。でまたあの子が忘れとる、鳴らすの忘れてるとかね、そういうことが気になったりするともうおじゃんになっちゃう。だからあの天礼っていうのはやっぱり2000年かけて今のものが出来上がって、ミサはね、だから全てに意味があるし全てが大事なものですよね。ですからあの全体を知ってることは大切です。そして今どこなのかってことは大事です。そしてこういうのはね、あのおごり教会でも本当モニターがあったらいいなと思うんですね。これがあれば自然に顔も上がってるし、あの自然に見えるし、ね、そして全体、そして必要なものはね、今ここに言葉を出すようにしたんですよ。で例えば栄光の参加の時は、ね、ここ黄色のとこ栄光の参加して、ここにもうずっと言葉が出ていくんですよね。でこれも試しに始めたけど、あやっぱりした方がいいねっていうことは続けてます。そしてこれはずっと終わりの方に行って、交わりの儀の配慮、配慮章ですね。ご聖体をいただいた後にみんなで今唱えてます。ですからテキストがないので、ここに出すとみんなここを見て一緒に言うことができます。そしてですね、これは今黄色がないですよね、交わりの儀。これは聖体配慮、ご聖体をいただいた後に出る画面です。で今日響いた御言葉を沈黙のうちに思い起こしましょう。ご聖体のイエス様をお迎えして、そしてあ今日聞いた言葉、私に響いた言葉を静かに思い起こしましょう、沈黙の時間があるんですね。それからあの配慮祈願、配慮後の祈り、まあ、今はコロナウイルス感染全世界のための祈りをしたりしてますね。そして閉祭、この閉祭は派遣の祝福です。最初十字を切って初めて共に集って十字を切って始めたこのミサは、最後は派遣の祝福、司祭は十字を皆さんに切り、皆さんは祝福を受けて、いただく時はご自分で十字を切ってもいいし切らなくてもいいんです、どちらでもいいんですね。で司祭はまあ十字を皆さんに、そしてそれを祝福をいただいて、皆さん行きましょう主の平和のうちに、派遣されてそれぞれの場に復活した主と共に出かけるわけですよ。これを繰り返してるわけ、うん、だからあの今日一番皆さんに申し上げたかったことは、あとあのちょっと時間があるんで式の流れをざっと見ますけれども、それこそざっと見ますけれども、あの雰囲気を味わってほしい。だってそこに復活した主がイエスがいらっしゃるって私たち信じてるんですよ、実はね、実は。でミサはそれの再現で、まさに現実にそこにっていうことはよ、ここにおられるイエスが、あんた信者じゃないとか、あんたまだ勉強2回目でしょとか、そんなはずない。復活した主は全ての人と共にいて、全ての人に同じ恵みと祝福を与えますよね。だからその場にいらっしゃるっていうことは本当に意味があることですから、この間個人的にあの言いましたけど、今グループで分かれて参加してるけど、求道者の皆さんは毎週いいですよ、毎週参加されてください、毎週、ね、その必要もあると思います、ね、それで式次第ですけれども、先ほどこういうものを見ればこの流れ、そしてまあ日曜日来られればこれで十分ついていけると思うんですね。それで一応今日資料の一つとして、この式次第なんかのコピーです。これはね、
この目次なんですね。この本の目次をそのまま広げてコピーしただけです。順番がですね、ちょっとここから始まって、そして 1,2,3,4,11、 そして下に行くのかな、12ね、こう来て、そしてこう、この番号の順に進んでいきます。ミサがね、先ほどの区分けよりもより細かく分けていますですね。これを参考にしてください。それで、今日はそのミサの原点まで見たかったけども見れなかったんですが、このコピーですね、これは先日紹介したことがあった毎日のミサ、ちょっと見せてくださる？借りたかな私。あ、毎日、はい、毎日のミサのですね、最初のページにコラムがあるんですよ。こういうコラムがですね、でこれは非常にいいヒントなのに素晴らしいコラムです。月に1回1ページ載ってるんですが、これはもうずっと何十年かな、長く続いてて、今手元にしてるのはね、これ何年か、あ、ミサを豊かに、これは年じゃないの、3月、いや違う、2003年の1月号です。相当前です。この頃はですね、ミサの説明がずっと載ってたんですよ、毎月ね。それでこの文だけ今日コピーしてきました。というのはね、宿題です、宿題。この上の段の真ん中に聖書の引用がありますよね。イエスが弟子たちに命じたことに基づいており、ね、教会がミサで行う記念は、最後の晩餐の時にイエスが弟子たちに命じたことに基づいており、で、括弧の中に、1、コリント、コリントの信徒への手紙第1の手紙の11章24から25節、そしてルカ福音書の22章の19節等を参照してください。そこに最後の晩餐のこととコリントの教会への手紙にパウロが書いてます。そのパンをいただくこと、ミサのことをね。で、実はこの手紙の方がどの福音書よりも古いんですよね。聖書、この前もお話したけど、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、使徒言行録、その順番で古いように勘違いする時もあるんですが、そうじゃなくてできた年代は違います、みんなね。一番古いのはパウロのテサロニケの信徒への手紙が一番古いと言われてます。50年代だから、イエス様亡くなられても 2,30 年の後ですね、パウロの時代は。だから記憶も新しいし、実際パウロたちも知ってたから、もうすでにコリントの教会でミサが行われてたから、その記述があります。これは今日皆さんと一緒に、今日一緒に読みたかったけれども時間ないので、一応皆さんご自分の聖書をお持ちであればここを開いてみてください。そしたらさらにその込み出しの下に参照箇所が出てきます。ルカのところにはマタイの最後の晩餐の箇所、マルコの箇所も出てきますね、ヨハネも出てきますので、そういうふうにしてこう広がっていけば聖書に親しんでいけると思いますね。このイエスご自身の分かち合いって、こういう図ですか、これは私のパソコンに入ってたんだけど、残念ながら出典を書いてなかった。どこから持ってきたか全然記憶にないんですけれども、これは全てがイエスとつながってるという意味ですね。右上からミサが始まります。右上から始まって会心の祈り、言葉、下に行って共同祈願、みんなで祈る、そしてずっと回って聖体拝礼を派遣、最後派遣されて、そしてまた出会いへと派遣されていく、ぐるぐる回りのね。それで中心はいつもイエスに向かっている。これも参考にしてください。それでですね、今日はざっとその式の流れを見るために、最初紹介したミサって何って、これを見てみたいんですね。これはとてもよくできたパンフレットで、女子パウロ会が作ったんじゃなくて翻訳しています。ね、これはアメリカで作られた、ミサの説明の小冊子ですね。これはとてもいいです。最初から一緒に見ていきたいと思います。で、ミサって何ってこう表紙があって、そして、制服を着た司祭と、自社、ね、手伝いをしてくれる子どもたち、男の子と、ちゃんとアメリカですね、ちゃんと女性もいらっしゃいます、ね、そして、向こう側に写ってる3人の子どもは
何か金色の容器を持ってる。ここにホスチアって、ご聖体になる前のパン、ね、奉納するパンが入ってます。小さくね。その隣はブドウ酒ですね。ブドウ酒を入れた瓶。そしてその隣は多分献金だと思いますね。この捧げ物をする。ミサの第2部が始まるときにまさにこの情景なんですね。司祭と寺社たちが祭壇の前で待って、そして奉納物を受け取ります。それがあの表紙になってます。ここもほらあの、ね、黒人の方もいらっしゃるし、あのインターナショナルですね。それで、このまだページ打ってないところですけど、これも見ていただきましょう。最初です。2枚目、はい、これはミサに行く様子ですよね。ミサにいろんな方、子供から大人までお年寄りまで、で民族を超えてですね、いろんな方が呼ばれてますよっていうことですね。これもミサの性格を表してる一つの表現、よく表してると思います。みんな呼ばれてる、みんな呼ばれてる。そして次のページはこういう絵がありますが、その次、世界の世界地図がありますけど、ここには全世界ですね、あの、まあ、教会の建物がいっぱいある。ちょっと読みますね。いつでもどこでも世界中の人々が神様の家である教会に集まります。みんなで一緒に祈るために、神様の御言葉を聞くために、ご聖体であるパンの中にいらっしゃるイエス様をいただくために、これは目的ですね。みんなが集まってくる。さあ私たちもミサに出かけましょう、行きましょうと。世界中で今もどこかでミサが捧げられている。そして次4ページですね。ミサを行うためにみんなが集まってきました。私たちはみんな神様の家族です。入り口にお水が入った聖水入れがあります。右手の指先をそのお水につけましょう。最初のお祈り、十字架の印をします。ね、まあコロナウイルスの予防、感染防止のために聖水はどこの教会も今置いてない。聖水を入れるものだけがありますけどね。あそこに普段聖水が入ってて、そこに指をつけて自分に十字を切ります。これはこの前お話したように、一つは洗礼を思い起こすためですね。そして右側にずっとお祈りが載ってるんですが、父と子と聖霊の御名によってアーメン、ね、天におられる神様、人となられたイエス様、私たちを助けてくださる聖霊、三つで一つの神様がいつも一緒にいてくださる印です。まあ、この小冊子は子ども向けにで作られていると思いますが、私たちにも非常によく分かりやすい、ね、天におられる神様、そして人となられたイエス様、私たちを助けてくださる聖霊、ね、三つで一つの神様がいつも一緒にいてくださる印です。アーメン、そのことを信じます。十字架の印。そして6ページ、家族やお友達ににっこり笑顔でおはよう。ミサは誰でも自由に参加できます。神様はすべての人を呼ばれているからです。みんなで一緒に神様を賛美します。誰でも自由に参加できます。盲導犬もね、参加することあります。目の不自由な方一緒にミサに参加して、うん、偉いですよね、あの盲導犬はね。うん、あの誰でもです。誰でもどうぞ。そして挨拶をします。これはとても大事。もう普通に皆さん挨拶しますね。ただあのそれでも私たちはまだ考えますよ。挨拶もする気がないほど元気がない方もいらっしゃるわけ。疲れてる方もいらっしゃるし、挨拶したくない方もいらっしゃるし、そういう方も含めて全ての人です。全ての人が招かれてるっていう、ここまでやっぱり教会を考えないといけないと思いますね。もちろん楽しく笑顔で挨拶できるのが一番いいけど、いつもそうとは限らないです。帰るときはそうあってほしいけどな、気持ち的に。あのミサ終わって疲れて帰る方もいらっしゃるみたいですけど、あのだからね、昔は、以前はね、ミサはもう始まるのに間に合うようにバーッとって挨拶する暇もない。別に挨拶しなくてもそのミサに預かればいいわけだから、
で終わったらもう帰ればいいわけだから、ね、だから教会の建物もよくご覧になったら昔のあの綺麗な建物は集まるとこがない、屋根もちょっとしかついてません。入ってすぐ下駄箱があってそこで脱いで中に入る、おしゃべりするスペースもありません。もう来たら戸を開けて靴脱いで入って、帰りは靴取って入って帰る。屋根もついてない。大抵ほとんど長崎の教会とかご覧になって、今村は少しあのあれがあるけどね。のそういうものでした。あの私と神様とのつながりが強かった。今はみんな家族としてですね。はい、ざっといきましょう。8ページ。神父様と寺社の人たちは祭壇に向かって進み、祭壇の前で手を合わせて深くお辞儀をします。私たちも一緒に神様に向き合いましょう。真心から神様に愛をお返しするために、神様やみんなのことを大切にできたかなと考えます。大丈夫、神様はちゃんと許してくださいますから。これは始まりですね。さっき小川さんが言われた十字架を先頭に聖堂の後ろから出てきますね、行列して出てきます。今からミサが始まります。これもですね、以前は後ろから行列じゃなかったんです。横に準備室があって、教会構造上ですね、ここは後ろにあるけど新しい形だから、祭壇の横に神戸屋といって準備室が、祭器室があったね、そこから出てきて、そこから引っ込みました。で司祭はミサの前に前でお祈り、ひざまずってお祈りして、ミサが始まって準備して出てきて、ミサをして終わったらまた祈って、神父と話す機会もめったになかった。信者さんは終わったらすぐ帰るということですね。そういう面も変わったんですよ。あのミサの形だけじゃなくてですね、うん、だから挨拶とかみんなでということはとても大事です。そして、言葉の典礼ですよね。言葉のところありましたね。10ページです。神様の御言葉を聞きましょう。聖書には神様の御言葉が書かれています。私たちに向けられた神様の愛の話です。お祈り、神様聞かせてください。あなたの御言葉は暗闇の中で見つけた温かな光のようです。御言葉によって私をあなたの胸に抱きしめてください。語られる言葉ですから、当然聞くことが大事ですよね。これも聖書と典礼というあの丁寧なあのパンフレットがあるだけにですね、皆さんそれに頼ってしまうんです。あの聖書と典礼の使い方の一つは、ミサの前に見ておくためのものですね。ミサの前に、そして実際ミサが始まったら朗読するのはそのためです。聞くために朗読するわけでね、あのみんな自分で勝手に読めば意味がないように朗読してる。だからもちろん耳の不自由な方には助けになりますよ、テキスト。でもあの時聞く、そして聞くとね、あの聞く姿勢を持って聞けば私に響く言葉があるんです。あれだけ第一朗読、東証詩編、第二朗読、福音、全部分かろうとしなくてもいいんです。今日神様がこの御言葉を通して私に何を語ってくださるんだろうかって、その準備ね、その準備が大事ですよ。必ず言葉があります。もしなかったら帰ってもう一度聖書典礼使ってお読みになってください。必ずあります。あなたに響く言葉があります、ね、だから聞くんです。そのために朗読しています。です、ね、だからあれは聞いた方がいいですよね。そうしないと時々あのページが映る時に一斉にみんなパッと開くからね、朗読してるのにガサッっていうページの音まで聞こえたりして、それが終わって先ほどの今度はまあ説教とかもありますけどね、あの立ったり座ったりもありますが、そして奉納して祭壇の準備、第2部ですね、御言葉こと感謝の典礼のところ、そして18、19、最後の晩餐の絵です。これもいろんな絵がありますけれども、まあこれは一つの絵ですけれども、イエスがですね亡くなる前に弟子たちと夕食をとりました。別れの食事、月越しの食事という特別な食事だったんだけど、そしてパンを取っておっしゃいました。これは私の体です。それからブドウ酒を取りおっしゃいました。これは私の血です。この時パンとブドウ酒はイエス様のお体と御血になったのです。私たちを育てる食べ物としてお体と御血を与えてくださったのです。これを私の記念として行いなさい。
イエス様の御言葉によってこの夕食を繰り返し、神様の家族として私たちはイエス様を大切にいただきます。奉納されたパンとブドウ酒はいつイエス様になるのって、ね、それは司祭がイエスの言葉を唱える、これは私の体です、そして皆さんにお示しするから皆さんは礼拝するんです。普通偶像崇拝はしません、ね、でもイエス様そのものと私たちは信じてますから、ね、礼拝をするんですね。でパンとブドウ酒、また肉と血と言ったりする、それはね、その人全体を表現するヘブライ的な考え方です。肉と血っていうのはその人全体、つまり私たちはイエス様そのもの、イエス様をいただくということ。そしたらなんで恩知はいただけんとってパンだけなのって、私はブドウ酒が欲しかって神父だけ、しかも大きいのを使ってみたいな、大きいのはみんなに見えるためという意味での大きさです。そしてブドウ酒は、足らないからです。みんなのために十分あって時間があればできるんです。で私何回かアメリカニューヨークのね小教区で夏休み過ごしたことがあってお手伝いしたんだけど、ミサの生体配慮の前になったら、まずそのカリスブドウ酒を入れるのがいっぱい祭壇の上にある。そして生体配慮の前に来たら、今ここでもお一人が来て一緒に手伝ってくださいますけど、向こうは10人ぐらいドバーッと来てね、そしてみんなそれを持っていくんです、それぞれの部署に。だから普通の日曜日のミサでも両軽食、両方の形と色って書きます、両軽食、パンとブドウ酒の生体配慮をしたりしてます。だから私たちもこのくらいで例えばミサをする時とかね、それから家庭でミサする時とかもある、それから、ね、キャンプでミサする時もあるんです。これもね、公会議の前は必ず正常でないとダメだった。でも今はそのふさわしい場所というか、そんなに変なとこじゃなければどこでもするんですよね。キャンプのミサもいいですよ、子供たちと小さい T シャツと短パンでストラかけてね、サンダル履いて、そして海辺でみんな集まって自分たちで祭壇作って花もどっかから持ってきて、いいです、素晴らしいミサですね。だからそれもこれもね、その原点を、そこがボケてなければいいという形になったわけです。もう以前は考えられなかった、70年前はこういうミサは考えられなかった、ね、それで、だからもう教会はそういう時にいつも教会の決まりを決めていくんですよね。パンだけでイエス様は全ていただいたことになりますって、そういうふうにしていろんな教会の教えが付け加わっていく、いろんなケースがあるからね。だから両方できるんですよ、両方できます。だから洗礼式の時は洗礼を受けた方はいただきます、両方ですね。アルコールがダメな方はできないけどね、それはまあ物理的にですね。はい、ちょっと端折ってしまいましたけれども、もう一回じっくりしてみましょうね。今日はざっと、そしてこれからミサに参加する時の心構えをお伝えしたつもりです。それで主の祈りをして、聖体配慮をして、そして、30ページですね。今ミサが終わった情景の絵があります。イエス様からいただいた神様の愛に感謝して祈ります。神父様が私たちを祝福してくださいます。みんなで一緒に十字架の印をしましょう。さあ、イエス様の愛はあなたの中にあります。教会から世界中に出かけていってイエス様の愛を分かち合いましょう、ね、つまりイエス様の愛っていうのは、あ、私はこんなに大切にされてるっていうことをね、言葉を聞き、イエス様ご自身を食べて実感するわけ、私たちね。でその喜びを伝える、その愛を分かち合う。だから私たちも他の人を大事にするし、悩んでる人たちに寄り添う、そういうことをですね、派遣されている、それぞれの生活の場に。みんなで一緒に十字架の印をしましょうって、司祭は先ほどお話したように全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にありますようにと祝福する。まあ、この時に十字を切ってもいいし、別に切らなくて祝福を受けてもいいということになっています。そういうふうにしてですね、だんだんこう、特にミサは儀式的なものだから細かい規定がどんどん付け加わっていくわけ。こういう時どうする、
ご整体配慮配ってて落としたらどうするって、ね、落としたところがあの 泥だらけのとこ、聖ヨハネパウロ2世教皇が長崎に来た雪の大雪の中で松山競技場でした時の整体配慮は何人落としたかな、ホッシアを下に、ね、でもそれでも口に入れた新聞もいた、ね、そういうのがやっぱ議論になるわけ。後で、で今の教会の解釈はあくまでイエスは食べ物になったパンという、だ食べれる状態でないとそれはパンではない。だ例えば落としてしまってぐちゃぐちゃになったらそれはもう食べないでしょ。それがイエス様って思う強い信仰があるから食べるわけで、でも教会の今の教えはもう食べられないものはあの食べれないですよ、ご生体じゃないとなる。そういうふうにね、いろんなことが加わっていくわけです。それは大事なことですよ。 あまりにもこうだからそこまで教会も求めてないんです、信仰、ね、あの具体的でしょ、落としてドブの中に落ちてあのパンがよ、上端でもヨレヨレになってる、それをイエス様、そこまでイエス様と信じれとは教会はそこまで言ってないんです。信心深い人には残念ですけど、ね、それでもね、拾って食わないと食べないといけないって教会は言ってないんです。それはもう食べれないものだから、イエス様は食べれるものとしてご自身を渡してくださった。そういうところはね、やっぱりそういう意味でもあの原則本質を知るっていうのは本当に大事なんですよ。そうしないとあの偏ってしまったり迷信的な信仰に走ったりするんです。教会もそういう歴史を持ってますからね。だからことミサは非常に神秘的なことですけれども、おまじないでもそういうあれでもない、理性的なことと感性的なこと、そして弟子たちが伝えた大切なこと、それを今の時代にどのように伝えるかっていうこと。だからミサの形も今度ミサ あの言葉も変わるんですよ、多分来年か再来年ミサの、ね、今これ仮の訳なんです、翻訳なんです、1987年ぐらいからかな。でやっとバチカンの許可がもうほとんど出てるんですね。あといろんな表現が、細かい表現があるから多分もう来年、来年といってもう 5,6 年経ってるんですけど、実はあのそろそろ変わります。主は皆さんと共に、また司祭と共に、また司祭の霊と共にって、そういう翻訳になりかけたんだけど、日本語で霊というのはちょっといろんなイメージがあってね、主は皆さんと共にって私が言って、皆さんがまた司祭の霊と共にって、なんかピンとこないよね。それもまた司祭と共にの方がいいし、まあ、そういうところ少し変わるんですよね、まあ、あなたの霊と共にはなくなったと思うんです、その表現は。でそういうと翻訳難しいからいろんな議論が行われる、最終的にバチカンが認可して使うようになるんですけど、多分変わります、あと 2,3 年もすればですね。まあでも本質はもちろん変わりませんからね。はい、今日はちょっと時間をオーバーしてしまいました。いろんなことを扱いましたけれども、あの今日皆さんにお伝えしたかったことは、これから何度かミサに参加されると思います、実際に。その時はまあ大まかに式の流れはある程度お分かりになったと思いますが、それでいいと思います。あとはその信者の皆さんの言葉とか実際の動きとか、それにあの心を合わせていく、気持ちを合わせていく、あなたのペースでいいです。ぜひそういうミサの参加一時されて、そしてあと興味を持たれたりあるするときは使ってももちろんいいです。ただあの気をつけてほしいのは、あのこうならないようにね、こうならないように一緒にミサを捧げていきますからね、よろしくお願いします。はい、それでは今日はこれで終わりますね。マリア様にお祈りします。またあのコロナウイルスも感染確認されている方がね、あの増えてまいりました、私たちこのウイルスを予防すること、そしてあの戦うことは大切ですが、これを機会に私たちがみんなつながっているということを、それをより意識することができますように、人々の痛みも喜びも共にしていくことができますように、そういう恵みを願いながら、聖母マリアに取り次ぎを願います。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。アベマリアの祈り、
アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、御体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。栄光は父と子と聖霊に、初めのように今もいつも世々に。アーメン。主は皆さんと共に。全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にありますように。アーメン。では行きましょう。主の平和のうちに、神に感謝、ありがとうございました。そしてまた質問を受けてますので、この間早速お二方から質問いただいています。メールでお返事します。そしてまた皆さんにも紹介していいことでしたら、またこの場でも紹介していきますので、よろしくお願いします。結構見てくださってるみたい、このオンライン、嬉しいですね。はい、じゃあまた、ありがとうございました。ありがとうございます。